はようございます。今日は京都と滋賀県の県境にある美名子山に登りたいと思います。おはようございます。ここは京都府の最高峰の山になります。でここは、平バス停っていうところの横に駐車スペースがあって、そこに車を止めて、でここがあそこに500円お支払いするなんか瓶みたいなのがあります。500円、ここにお金入れます。よし、ここに平バス停があります。平かな、うん、じゃあ行ってきます。この橋渡っていきます。で今ここお寺さんなんですけど、ここはふもとのところとか駐車場にはおトイレはないです。でお寺さんのここに簡易トイレがあります。でこちらをお借りして、多分帰りにちゃんとお参りをして帰ったら大丈夫かなと思います。結構中もね、トイレットペーパーも置いてくれてるので非常に助かります。うん、でここはちょっと山道なのかな、お墓の横通っていくねんな、きっと。そうやな。うん。今、こちらのお堂の横から入っていきます。結構なんか急登って聞いてるんで、最初から急登らしいよ、うん。あ、そうそう。今日は東尾根コースで登ります。そうそうそう。うん、そう、東尾根ルート。なんかここの山は谷ルートもあるんですけど、谷ルートは結構、水が多くて、結構難路ということで、今日は東尾根コースをピストンします。真夏やったらな、足使ってもいいけど、今そんなんしたらそうやな、でも結構、踏み跡は明瞭な感じで、分かりやすい。あー、しんどい。ちょっと待ってや。この辺ちょっとなんか明るいし、そうやな、なんか雰囲気あるな。ここ。お、なんか狭いな、この。ここの山はピークを2つ越えていくんですけど、そのピーク、最初のピークまでがすごい急登みたいなんで、そこまで行ったらちょっとなだらかになるみたいです。今はちょっとしんどい登りをずっと登ってます。
息切れが止まれへん。ロープがある。あ、まだやった。あ、あっこじゃここ一回越えて、うん、向こうバーって登って第一ピークちゃう？あ、そうかもしれん。ほら、空見えてる。うん。やった。ちゃうかな。いや、結構登ってきてるから。登ってきた？うん。ちょっと上の方見たら空が見えてきたから、ここあの急登を登ったら、うん、尾根抜けるかなって。なかもしれん、うん、これダーチピークかな。違う、ピークはまだ先やわ。先、うん。ちょっと景色良くなってきた。今日はこれ、ここ京都の山なんですけど、あのお食べ生八つ橋グミっていうのがあるんですよね。あんこを八つ橋で包んでお食べやすっていうね、これを関東の方で登山動画を投稿してらっしゃる遠足気分で登山さんっていう、ユーニャンさんとアンニャンさんっていう、ちゃんこスパワー、ちゃんこスパワー、もうめちゃめちゃ楽しいチャンネルなんですけど、もうねこれアンニャンさんとユーニャンさんにいただきました。もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ほんでこれももらったよ、これ遠足気分で登山のバッジも一緒にもらいました。このバッジの下に以前コラボさせていただいたキバラーさんのクリップと、その上に遠足気分さんのバッジ、私らのない、私らのグッズがないわ。ちょっと開けます。これ楽しみよ、めっちゃすごい。だってもう、うわ、お餅やん。おお、すごいすごい。ちょっと待って、あそこちょっと置こう、うん、これなんかこんななってて、うわすごい。これもグミです。全部匂いも日記の匂いちゃんとします。いただきます。うん、お餅めっちゃシナモンの匂いします。うん、おいしい。食べます。結構ね、本当にもっちもちしてます。これ伸びるんちゃう、ほら。うん、おいしいなこれ。めちゃめちゃ生八つ橋の味です。さっきのお食べのグミをくださった遠足気分さんなんですけど、チャンネルたくさん出してらっしゃるんですが、中でも、まあ、山の動画はもちろん百名山とかも行かれてるんですよね、たくさん。ほんで、あれです。すごい手先が器用な方で、コケリウムでね、ジオラマで、コケリウムで山を作ってらっしゃる動画があったんですけど、それのめちゃめちゃクオリティが高いのに、もう本当に驚きました。もうコケリウムの動画、ぜひ見てほしいなって思います。そしたらまた登り返しかな。うん、で先がピークやわ、最初の。あ、最初のピーク。うん、でまた一回下って登って、そうや、下って登れんな。そうや、そこがめっちゃ多分今真正面に上にほら建物あるやん。 あれが多分蓬莱山や。蓬莱山かなって思うねんけどな、うん、なんか建物あんな。うん、ちゃうかった、どうする。きっと今日は今天気いいんですけど、ちょっともうすぐしたら曇りになる予報なんで、天気のいいうちにちょっと景色のいいとこつきたいなと思うんですけど、大急ぎで、大急ぎで行かないと、うん、見てこれ、これ猿の腰掛け、腰掛け、えらいなんか、うん、頑丈そうな、カチカチやな。なあ、でこっからちょっとまた暗い樹林帯の方に入っていきます。よいしょ。今樹林帯歩いてるんですけど、最初のピークいうのがちょっとまだ
よくわからないまま歩いてて。分からへんからもう言わろまだなんかな。うん、あれ最初のピークってどこやな最初のピークはもう絶対さっきのところやった、うん、この上からここ、うん、まだ登り出てきたからほんまやな、うんはい、鳥めっちゃ鳴いてる、うん、よいしょ。あのさっき GPS 見てよくちょっと等高線見てみたら、あの1個目のピークもう過ぎてって。またピークの話してる、うん、ピークどこやろ思うて多分あの休憩したあたりが1個目のピークだったみたいです。あれお食べ食べたところ、うん、今から2個目のピークに向かって歩いてます。ここ登っていって、うん、なんか尾根に出たからここが第二ピークあるんかなって思ったら下りの道が出てきたから、うん、まだまだみたいです。下ってだいぶ上り返しやなこれ。うん、ほな第二ピークまだまだまだちょっと先やねんな。この辺岩がちょっと出てる。ほんまや、急になんか岩ゾーンになってる、うん、な、うん、ほんまや、なんか苔生えてて綺麗、うん、綺麗。お、山頂ではないんですけど、ここが多分第二ピークっていうところだと思う。うんうん、景色見える。すごいな、すごい、すごいけど向こうの方も雲海なってるわ。ほんまやな、うわ。あの今三座堂ってアプリでちょっと見てみたら、前が権現山でこっち側が蓬莱山でした。蓬莱山なんか見えてるもんな、うん、上に建物見えてるわ。こっから見えてない、ちょっと 木の間から見えてる木で隠れてるけど、うん、で向こうの方に綿向とか鈴鹿の山があるみたいなんですけど、うん、その手前の山はちょっと雲で隠れて、うん、隠れてあんまりよくわからない。すごい雲海になってんもん、うん、綺麗やなここ。綺麗。まだ山頂はどっちかですよみたいな、うん、なんかこれここじゃないやろ。なんて書いてあるか分からへんな。ほんまや。何？これがみなこ。あ、みなこの、ああ、みんなが消えてんねんな、うん。向こうやな。そうやね。もう、あそこかな。うん、そうちゃうか。着きました。やったー。立派な山頂やんか。うん、あ、めっちゃ綺麗で、ほら、あ、こっちからも見えるな。うん、とりあえず山頂みなこ山 971.5 メートルです。到着。あ、しんど。ほら、みなご山か。みなご山、うん、971.5 メートル。京都府の最高峰って書いてる。景色あったわ、うん、ブナガタケが、あれがほんならブナガタケやな、多分。そやな、ブナガタケっぽいけど、うん、そやわ。でこの辺ブナガタケとか蓬莱山とかいろいろいっぱい、うん、気持ちいいな向こうの方がやっぱりなんか綺麗な、うん、あ、なんか霧になって、そやな、今
なんかこう森が綺麗ない？もう森が綺麗、このうん、こっからの景色綺麗んちゃう？うん、綺麗やな。お、綺麗綺麗な。うん、お腹鳴った山頂からちょっと降りたところで休憩したいと思います。そしたら今から休憩します。今日はこれはどこやったっけ、ローソンローソンのおにぎり弁当と、で今日のポテトチップスはこれね、カルビーさんから期間限定で、多分これ韓国のハニーバターチップっていうのが売ってたので買ってきました。韓国大ヒット商品上陸って書いてます。うわ、どうなる、美味しそう。開けよう。なんか高級なサミやで、これ全然開けへん、全然開けへん。あー、開けへん。もう縦に開ける。あ、ここに開け口って書いてるから、あれやな、ね、縦に開けるやつやな。まあ、もうめっちゃいい匂いする。めっちゃめちゃいい匂いします。はい、いただきます。あ、もう美味しい。もう食べた瞬間に美味しい、うん、ちょっと甘い、だってハニーやもん、うんうん、なんか蜂蜜とこの塩の甘じょっぱい感じがめちゃめちゃ美味しいです、うん、ちょっと不思議やな、甘いけど、これいける、うん、これ美味しい。ちょっとゆっくり食べよ。ミルクドーナツもあるよ。これもいい匂いするわ。弁当食べる前に先ドーナツ食べるっていう。いただきます。今休憩終わったんですけど、ちょっとね、綺麗な場所があるみたいなので、そっちの方に寄ってみたいと思います。あそこが今山頂で、山頂からずーっとこっちの方に降りてきて、でここをまだもうちょっと降りていきます。お、なんか気持ちいいやん、ここなんか広いな、うん、あ、ここで休憩してよかった。うん、そうやな。ほら、こっちの方がよかったやん、風もないし。見て、え、ここちゃうやな、上やな。 あ、もうここで終わりかな、ほんなら。そうやな、ここだってこんなになってる、うん、ここで終わりや。あ、うん、なんか、うわ、ここ綺麗ない？ここ綺麗な、また、うん、はい、山頂の方まで戻ってきました。戻ってきました。もうちょっと曇ってきてます。うん、どんどん。そしたらこっから来た道をピストンで帰っていきます、うんうん、下山していきます。うん、もうどんどん降りていく、うん、綺麗だったな。うん、だいぶ降りてきたな。降りてきた？うん。あ、やっぱ激登りやったから激下りやな。うん、まだでも砂利してないから、うん、まだ降りやすかったけどな。うん、お寺のとこまで今戻ってきました。はい、12時41分です。もうすぐ駐車場のところに着きます。結構上り一辺倒の感じの山で、うん、しんどかったけど、まあ静かないい山でした。いい山やったな、うん、なんか一番最後あの山頂の先にちょっと V 字の谷みたいなところがあったんですけど、そこがなんかすごい好きやった。うん、よかった、よかったな。はい、ゴールです。